刑務所に収監されているロシアの野党勢力指導者ナワリヌイ氏の健康状態が悪化し命に関わる危険な状態にあると主治医が明らかにしましたナワリヌイ氏について主治医は17日地中カリウム濃度が異常に高く腎不全や心停止の恐れがあるとして命に関わる状態だと SNS 上で明らかにしましたナワリヌイ氏は 背中や足に強い痛みを訴え、適切な治療を求めて、先月から刑務所内でハンガーストライキを行っています。アメリカのバイデン大統領は、17日、ナワリヌイ氏の状況について、完全に不当で、不適切なものだ。と述べ、ロシア当局の対応を批判しました。収監された時、そうなると思い、 ししてましたとても心配です。GI か透析で治療したら良いと思います。はじめから助ける気がないんでしょうか。改革の機種はたとえ意見が異なっていたとしても権力者側当局は最大限権利を保障して大事にするべきです。ご視聴本当にありがとうございました。